今まで何事も中途半端に生きてきてしまった私ですが、打ち込みたいことができました。ですが、落ち込んだり疲れていたりすると途切れてしまいます。こんな私に活を入れていただきたいでございます。お願いします。打ち込みたいことができたのに、落ち込んだり疲れていて途切れちゃうの？そうなんだ。で、打ち込むっていうのはさ、毎日ずっとそれに何時間も何時間も従事しなきゃいけないってことじゃないと思ってんのね。俺は何かね、物事に打ち込むっていうのは。それをほんの少しでもいいから手をつけ続けるっていうのがすごく重要だと思ってるんで、もうダメだ、今日はもうダメだ、もうめんどくさいって思った時は、マジで10秒でいいからそれをやるとか決めとくんだよ。もうマジで今日は無理って思った時は、10秒でいい。勉強を10秒するとかって俺は決めてんのよ。嫌な時は、今日はトレーニング10秒で終わらせてて、10秒のタイマーピッて押して、ベンチプレス10秒間、うわーって上げて、って終わってみるとか。そしたら意外と10秒間上げてみたら、なんか体カッカしてきて、モチベーション湧いてきて、次のトレーニング入ってたりするんだよね。で、俺はもう中途半端にしたくないから、とにかくやりたくねえ時はもう10秒全力。10秒全力です。はい。もう読みもしてねえ本とかを身近にちょこちょこ置いとくようにしてんだけど、もう今日勉強めんどくせえわと思ったら、それをパッて開いて1ページだけ読むんだよ。で、もう30秒くらい経ってから、おおっつって思ってた3倍やったっつったらモチベーションになってくる。なんかそういうふうにしてこう、少しずつを、ほんの少しずつ、そういう感じで頑張ってます。